アルフォンソレーエスは、メキシコの詩人、小説家、評論家、批評家、外交官。外交官としての仕事の傍ら文学研究を行う学者と知られ、さらに詩や小説も手掛け、国内だけではなく、ラテンアメリカ圏、次世代の作家たちに大きな影響を与えた。メキシコ大使として、ブエノスアイレスに赴任時、若きホルヘルイス・ボルヘスが教えをこうたほどの、 白色家として知られ、ボルヘスは、スペイン語による書き手の中でも、最も偉大な作家、オクタビオ・パスは、レイエスが文学の逸話を書いた、カルロス・フエンテスは、レイエスが西洋文化のすべてを、ラテンアメリカの言葉に翻訳したと評した。1889年、モンテレー生まれ、父、ベルナルド・レイエスは、ヌエボレオン州の知事だった。その生涯のほとんどを海外で過ごした。 レイオスは、1913年に、法の学位を受け、フランスで、外交官のキャリアをスタートした。1914年、スペインのマドリードに移って、ラモンメネンデスピザルの下で研究を重ねた。以降、1924年にかけて同地に滞在し、文学ジャーナリスト、捜査官、翻訳者、評論家、及び作家として活躍した。また、 メキシコ革命前の国内政治を批判し、後に外交官として、不認知から教養と学識に基づくエッセイや小説をはじめ、幅広く精力的に執筆活動を行った。夕食会などの原惑的な妙味が、持ち味の優れた短編な他に、原始の方法から、神話、征服以前のインディオの文化を縦断した詩を世界文学に昇華させた。 またレーエスは西洋文学の紹介者としても大きな足跡を残し、ロバート・ルイス・スティーブンソン、ギルバート・ケース・チェスタートン、アントン・チェーホフなどを翻訳し、ラテンアメリカ圏に紹介した。特にギリシア学に関しては世界的な権威として知られ、彼の研究はソクラテスなどのヘレニズムの哲学者、ホメロスやウェルキリウス、ギリシャ悲劇まで及んだ。 1959年にメキシコシティで心筋拘束の試し去。70歳。ありがとうございます。